ミルクなんだけどね。じゃあいつかタイトルコール一人で。よっしゃ。え、来る？早く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 。クレイジーな夜更かし、よいしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。誰しでよ。え？誰？なんで電話してんの？いやいや、いや先行っていい。なし、これ。あれサーバーと、これ何？コメント来てんのこれ？来てんじゃない？シオンさんどこ行ったんですか？ミルクやだドロップがいい。ミルク。今日はね、だってしんちゃん、ミルクのしんちゃんとそうですねドロップのマオなんですけど、何してんすかこいつら。ね、どう俺ら。いや、カメラにマオさん一人しかいなかったんですよ。おはよう、みんな。おはようございます。今始まってんすよ。お疲れ様です。マオさん、髪明るいっすね。めっちゃ染めちゃった。しんと今、二人しかいなかった。なんかね、あ、そうだ、今日すいません、ミルクの日なん、ミルクデーの日なんですけど、すいません、僕あのね、携帯を壊してしまいまして、お客さんの連絡先全員消えたんでね。皆さんに誰か見てくれてたらいいよ。そうですね、携帯どんまい。今すごい状況だから。リアルな、リアルなやつですね。リアルに壊してしまいました。マジ？いいや、まあ、ありっちゃありだね。明るい髪、髪明るい、はい、イケメンだな、やっぱり。いやいやいや、とんでもないですよ。いや、ヒカルさん、ヒカルさん、俺ヒカル大好きだ。いや、これマジで来て、ガチで。いや、とりあえず、え、ガチで来て、本当に来て、え、盛り上がっていい。何？え、ちょ、マジで来て。なんか、あれだね。何？まず酒飲む。お疲れ。そうですね、作りますか。酒なのそれ。お茶やろ。みんなごめんね、今お酒作るね。ごめんね。誰か、これミルク大好きな人が今日は見てくれてるわけでしょ。いや、共同作業しようよ。いや、あります。知ってた？みんなさ、ミルク来たことない子いるかもしれないけど、このミルクのシンテをね、検索して、めちゃめちゃ歌うまい。いや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 、めちゃめちゃ歌うまい。マオさん、ほんと歌手みたいな。いや、俺、集中入らない。入らないですか。シオンさんは？え、待って、シオン来るって聞いてたよ、俺。え、嘘、実際、これ放送事故みたいになってますね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？オッケーですか？え、マオさん一人しかなかったの？え、俺一人しかない。マオさん、マオさん、ドロップのマオさんがなんかわかんないけど、なんか。ドロップのマオさんとか呼ばねえで。ドロップのマオさん。ドロップのマオさんが一人でなんか、邪魔しに来た。邪魔しに来てんだけど。いや、俺らが来なかったらドロップの真央さん一人だけだよ。どうしよっか。とりあえず巻きで何しますか。え、ハイボール飲め。じゃあハイボール。ハイボールは今日はね、ミルクとね、ハイボールいりません。いりませんであります。はーい。あのね、たまたま来ちゃいました。携帯壊れたって報告したくて。いや、報告したら帰れ。くんにくまんって絶対書かれてるでしょ。これマオだって思ってないでしょ。いや、もうひどいわこれ。あのさ、俺すげえなんかイメージ変えてきたのに、このくんにくまんはダメでしょ。いや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 。これひどくない？これドロップ仕様でしょ、これ。ミルク仕様。じゃないもん、くんにくまんだもん、まだ。ちょっと待って、くんに好きなの？くんに、え、俺大好き。気持ち悪い。しかない。あ、やば。しかなくない。うん、ミルクの回。え、なに、うんって何？え、うんだけなの？カッコつけてんじゃん。うん、なに、なに、うんって。うんじゃねえ。すごい。よし。
エクニクマンさん、手を挙げてください。はーい、いいでしょ。いやでもコメントめちゃくちゃ多いんじゃないですか。てか、あの携帯なくしました。え、なに、ね、連絡希望マオ。うざいやつみたいになってるね。何が連絡、ね、とりあえず俺、しんちゃん好きだよ。いやいや、マオさんのタイムラインいつも見て。だって、あ、しか、あ、連絡先分かんなくなるでしょ。あ、そうですね。絶対 LINE で、俺退出しました。あ、消してんだろ、どうせ。消してないです。 LINE の多分項目で多分女の子以外消すタイプなんで。いやいや、消さないですけど。僕残ってるか分かんないですけど。そう、ショットグラスじゃん、もちろんもちろん。ヒカラ、ショットグラス。ねねね、ヒカラさん来ましょう、ヒカラさん。ヒカラくん、ちょっと北海道同士なんだから来てよ。来てよ。まだいるんすよ、イケメン。じゃあなんか俺邪魔じゃない、これミルク。いや大丈夫です。いやどうせいいんだ。まあいいか、俺もミルク。そういう風に言ってマオさん出たがりじゃん。俺も、いやいやいや、本当に本当に、俺本当に、俺本当に僕邪魔じゃんなーってこと。なんでかんだ出たがりなのかよ。マオさんいなかったらよく言うわ。誰もいないオープニングだったから。そうだよ、そうだよ、そうだよ。俺仕切ってた。いやマオさんありがとう、ありがとうね。俺来週からミルクで働くわ。やった、言ったな。よし、言ったな。本当に働かなかったらマジでここ荒れるよ。何が？え？あのニコ生、ニコ生ナイツ中。なんでテキーラ？テキーラダメなの？体にいいのに。な、多分さ、これさ絶対あれでしょ。なんかコメントの感じ見てわかるんだけど。あ、うざいよ。いいじゃん、いい。絶対ミルクの子行ってる子とかめっちゃ見てるでしょ。どうなんすかね。絶対あの撮影の日絶対なんか更新するでしょ。はい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 。なんで絶対見てるわ。シン大好きな女の子たちみんな見てんだ。でもマオさんの名前しか出てこないけど、どういうことですか。ね。ねって。なんかやらしいやらしいやらしい。もうやらしいっすわ。結局なんかさ、お疲れだよね今日も。頑張ったね。だって言ったらさ、え、言ったらこれ。乾杯。ミルクしか見てないんだよ。ミルクの女の子しか。俺も見てないと思ったら、まあでもドロップの人いるじゃないですか。マオ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 。うるせえよ。マオさんの名前しか。あら。ダメなんかい。何。水じゃんそれ。え、じゃあもう一回かぶしよう。ちゃんと受けたっすね。ヒカルさん、ヒカルさん。え、じゃあ今日どうする、みんな。みんなどうする、みんなどうしたいの。僕ですよね、このもう。お二人だから進化進めてよ、したら。いやいや、僕あ俺らだってもう結構長いし、ドロップ。いやいや、あのミルクも進めるもクソも何もなしない。何もなしで。ミルクいつも何もないっすよ。ごめん、俺はもう見かけないからさ、進める人をさ、毎回見かけだったから。え、じゃああの、ちょっと話して、マオ。あ、違う違う違う、いや、分かった。俺らの…あれ移動したの、お姉さん。やっぱ、あ、結構儲かってるらしいよ。あ、そうなんだ。いや、移動したの儲かるか。あのね、え、ミルクとドロップ、仲悪いって思ってるかもしれないけど、俺とケンジは仲いいからね、言っとくよ、みんなに。結構、俺ミルクと仲いい方じゃない。え、俺ミルクと仲いいけどさ、ドロップでミルクと仲悪い従業員って結構多いじゃん、うん、だから出たくない。いや、嘘つけ。俺ヒカルさんと結構、いや普通に喋れるよね。いるじゃん、そこに。あの、今日の10日が一番嫌いな日だから。そうっすね、給料日。あ、今日給料日じゃん。そうっす。ケンジ、この後どこ行くの。何、こっちっす。ケンジ、この後どこ行くの。ご飯食いに行く。ご飯だよ、うん、いつも違うじゃん。どこ行くの、いつも。何が、いつもどこ行くの。ドゥルルン。何、ドゥルルン、ドゥルルン、ドゥルルン。違う、ダメだよ、バックだよ。マオ引いた。え、飲もう。テキーラ飲みます。よいしょ。てかさ、いや、もう緊張しますわ。すごい緊張してんの、この中で。ねこれ見たわ。一番甘えん坊なのは多分しんちゃん。いや、僕もすごい甘えん坊ですね。しんちゃんだって歌うまいからとりあえず好き。真央さんができるもんで、え、見てない見てない。え、もう一人のケンジっていうか、もう一人のケンジ。闇スロって書かれてるし。え、もう一人のケンジ覚えよ。え、ブスな方。あ、ブスな方。え、ブス、俺もブスだから。ダメダメだ。え、じゃあダメよ、ダメダメ。ケンジかっこいいよ。チックショー。楽しいわ、ヒカルさん。いや、もう緊張してもうダメっすわ。いや、なんかさ、でも真ん中って緊張するよね。緊張するっすね。わかるわかるわかる。いや、俺絶対マホさんやっぱり真ん中じゃないですか。無理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 。ミルク、俺加害者、加害者なの。いやいやいや、被告人。え、何の話、何が、何の話、すいませんじゃ。
いや、仲いいふりしないで。いや、うめえ。ふざけてるマジで。いいよ、もう一人。何？何？まず面白いことある？ん？面白いこと、ま、何？ある？ある人？したら。マオさん、髪暗い方がいいわ。これ 画面で見たらすごいですね。ねえねえ、シンさん、今歌えよ。え、これ歌とかはできるんだよね、確か。うん、あとなんかね、今日よくないもん、俺ら飲んで、うん、シンの歌聴きながらさ、あ、いいね、飲もうぜ。よし、いいよ、よし、よし、決まり。あ、じゃあ設定、設定、あの、俺ら、あ、じゃあ俺らでしょ、俺らでしょ。何？え、俺らは、何、触っちゃったよ、ごめんね。汚ね。ほら、入れるんだよ、これ。え、マジで歌える？違うやね。マジで、マジで俺、シンの、なんだっけ、あの、3代目超好きや。いや、それ違うっすわ。え、でも、待って、みんな何聞きたいかさ、じゃあ書けばいいじゃん。いや、それ、うん、え、ちなみになんか、あの、3代目でお願い。3代目。いや、それ、あれっすわ。よし、まだ、うん、18番、18番。いや、もう僕、本当にそれは、もう本当に、うん、あの、画面から外れて歌うです。あ、もう来ます。もう、ワントクなの。いや、外れなくていいと思う。でも流星はさ、でも違うでしょ、ちょっとバラード歌いたいでしょ。そうっすね、どっちかって言ったら、いや、歌う気満々みたいになっちゃうじゃないですか。このままだと歩夢の回路ひどい。あ、しかもおはよう。いや、しろさん早く来て。ごめん、なんかしろさん、携帯壊れたからさ、めっちゃ見せて見せて、やばいよ。一応ケンジに確認取ったんだけど、来ちゃったわ。あ、聞きました、聞きました。いや、確認する前に多分来てたわ。うん、うんじゃねえわ。何だ、何だ、オープニング、オープニングだけ言ってマジっすか、ケンジ中断しよう。シオン入りきれてない、シオン真ん中来て。絶対知ってますやん。いや、本当に知らない。シオンくんです。久々だ、俺端がいいっすわ。久々ですわ。まだ元気ですか。俺ら真ん中で、新しいギャラクシーあるでしょ。 S なんとか、え、やりますよ。何言うと、ガチ言ってんすか。え、マオさん、花火で行きますよ。あ、じゃあマオさん、マオさん、マオさん一緒に歌ってください。いいじゃん、二人で歌って。シャ、シャ、待って。送信したよ。自由だな。ジョイさん、自由だな。なんで、なんでしょ、本当に。マオさん、本当に一緒になってください。え、無理、俺、じゃあ、ジオンだよ。え、いや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 、俺、司会進行だ。ほら、花火、花火、ケンジ、ケンジ、ケンジ。いや、俺、花火、なんすか、花火って。いや、雨っす。え、すごいわ。花火、結構人気だね。ジオン、送りにした。え、誰ですか。歌詞ない。誰ですかって言われて。ほら、花と咲いて祝日で夜空に打ち上げられた恋花火。二人で照らしながら広がる。いや、まあ、いや、それはない。いや、だって今振ったもん。今振ったもん。はい、歌って。いや、俺マジで分かんない。俺も分かんない、これ。絶対分かりますやん。これおかしくなっちゃうから。おかしくなっちゃうから。あ、カット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 、連絡なし。え、これ一番だけですでいいですか。一番だけで、一番だけで。マオさん、本当に何でくださ。誰が悪いわけじゃなくて、それを忘れすぎた。あっちから閉めて、こうやって聞こえてんだ。え、普通に聞こえねえじゃん。ほら、ほら、歌える、初めて連れてきた日が込み上げた愛しさ、逃げてしまわないように、打ち上がった思わぬグッドを握ってまま生まれ、花に見上げてるんです。花と咲いて空に咲いて夜を飾る日が夏花火、それとも恋の炎でしょうか。あなたの心が見てる夜空には夢、また綺麗に咲いてますか。そうですね。よいしょ。Yeah!
CM CM ねえねえ、ブラックソードのこれもらっちゃった。なにこれ、羨ましいでしょ。欲しい。いや、あげないあげない、まあまあ、ブラックソードで待ってます。CM 開けました。あ、開けました、ね、イケメン、光る。あ、光る、俺絶対いい。いや、大きいんじゃねえよ。似てるって設定だったよ。言ったじゃないですか。クレイジーグループで多分光る一番イケメンだと思うぞ。いや、そうだよ、光るかっこいい、光るかっこいいですね。でも顔に出さないから。確かに。そう、でもね、いや、顔に出ちゃってるイケメン。寝ててもらっていいですか。分かった、しばらく、うん、しばらく寝ててください。まあね、シーン何でも歌うんでね。え、あと何分。いいな、あと20分。20分、え、20分10分、え、20分はこの中で今日一番無理。20分やりたいな。20分やりたい。あれ、みんなもっとこっち来た方がいいんじゃない。受け狙い、受け狙い、受け狙い、受け狙い。確かに。ちょ、俺だけなんかずれたらおかしいよね。つうかさ、イケメンにさ、喋れるとか求めんなよ。もうイケメンは黙っててもいいんだよね。まあ、そうね。俺らみたいにさ、喋、ね、んなきゃダメですよね。ないんだ、俺ね、お酒飲む。え、でもめちゃめちゃ俺ね、もう肝臓やるかしね。お酒、シンさん一番イケメンだった。なんかさ、これさ、ミルク固まっててドロップ一人って嫌じゃない。これなんか、え、新しいでしょ、新鮮でしょ。クニコンが連絡希望マオになって、今年中にはマオさんミルクでしょ。うん、確かに。つか、うん、俺毎日頭怪我するわ。懐かしいね、あれね。いや、懐かしい、昔の喧嘩の話。お前、お前チャリで乗り上げてきたんだよ、ドロップに。ケンジに関してはいっちゃんとシオンめっちゃ引いてたから、ね。いや、本当に、本当にだって、いつくさんにおんなやったらとか言ってたんだよ。はい、覚えてないし。じゃあもう、これでいこうよ、じゃあ。かっこいい、かっこいい、うるさいから。そうだ。じゃあ一番かっこよくない人がグイね。あ、いや絶対それだ。え、アンケート取っていいですか。絶対やめよ、それ絶対負ける気がしますもん。マジで。いや、来るよ。シーンはめっちゃ自信ある。シーンは自信ある。めっちゃ自信ある。違いますか。ミルクのこの企画で、はい、マオさん来てるから絶対マオさん1位だ。絶対マオさんすわ。じゃあ、俺そういう女が騙されるから。じゃあ1位グイにしよう。1位グイにしよう。1位グイにしよう。1位がグイにしよう。いや、ビリがグイにしよう。そこ、男の子だから。じゃあ、どうしよう。あのさ、分かった。1位1杯、2位2杯、3位3杯、はい、5位5杯でいいでしょ。いいよ、いいよ、敵だ、敵だ。いいよ。じゃあ、ソフトグラス全部ちょうだい。おっしゃ。え、ほんと、これ、あれっすよ。入院っすよ。俺入院。じゃあ翔さんの分は俺が飲むんで大丈夫。入院しないから。俺欲しいな。本当に入院。お金欲しいやろ。じゃあ俺退院。そうそう、入院してたんですよね。皆さん、はい。僕肝臓やらかして入院してたんで、よかったらね。え、この中でイケメンね。この中でイケメン。え、待って、シオン入院してた。入院してました。俺。なんで？肝炎。肝炎。めちゃめちゃ飲めない。多分なんか整形したらしいんで入院。整形で入院はしないでしょ。整形で入院はしないでしょ。違う。でもね、整形したいと思う。しやるやろ。したい。なんかさ、ちんちゃんもっと取った方がいい。いやいや。もうちょこっち来いよ。とんでもないですよ。なんでそんな俺のこと抱くんですか。そんなすぐ抱く。ビリにはやりたくないな。だからアンケート取ろう。俺だろ、ビリ。はい。ビリは俺だよ。え、もう、何何何、もうアンケート取ったよ。アンケート取ったよ。いや、もう。俺こう聞きながら作り方がかっこいいでやってたのに。結果ドン。いやもうそれは来い。どこですか。よっしゃ、リーヤ。え、俺5位。
いや、待って待って待って、いや、真央さん4位っすよ。ヒカル1位、え、ヒカル1位だ。待って、どこでヒカル、ヒカル1位の、ケンジと真央さん2位や。ケンジと、俺2敗ずつ。じゃあケンジと真央でもう一回やろう、もう一回やろう、ケンジと真央。よっしゃ、1位や。よっしゃ、2位、2敗。待って待って待って、いやもうなんかね、もうショックしかない。ありがとう。じゃあ飲もうかな。じゃあ飲もうかな。いや、飲んだ方がいい、逆に。みんなありがとう。え、何杯ですか。ありがとう。いや、別に何杯でも飲めないからかっこいいんだから。別に今さ、ケンジと俺さ、あのやる必要なくなかった。え、シオンさんいくら？え、シオンさん一番下手だった。下手だった、一番下手だった。もう分かるもん。でもね、一番売りマジで？で、ケンジ、俺もう負け認めるから3杯飲んでいい。もう。いや、やってくれ。いや、それ、結果、ドン！もう今の結果。え、結果出たら教えて。もう集計とか取り切らなくていいっす。え、アウト。マジで。うい。うい。いや、ビンタ行くわ。じゃあ僕2杯。2杯いただきます。多いのでいこう。ね、俺マジでテキーラだからね。マジ、俺この中で一番ブスや。この中で一番ブスや。最低マジで。一番ブス俺だよ。いや、なんか俺自分で言うの悲しかった。ごめん、これテキーラ飲むとさ。すごいわ。え、一杯。うわ。すごいわ。それやってると入院しますよ。本当に。マジナビナベ。マジでナビナベ。あ、やばい。もう一回勝負したいな。何の？次、置物じゃない人で勝負する。置物じゃない。置物じゃない率で1、2、3。なんかね、ごめん、間違えた。イケメン聞くとね、ここなんだ。729のさ、ウーロン茶。ウーロン茶って、マジでぶっ飛ばしテキーラもうないからね、これあとちょっとだよ、これテキーラ2個目、2個目いきます。マジぶっ飛ばしたいわ。2本目、あ、もう減ってんのそっちも。これは結構減ってるっすね。やばっ。何勝負にします。じゃあ何でもいいよ。あともう9分、あ、8分、20分、6分。あ、でも5人いるからさ、最後みんなでフォーバックジャンプ、スマップ歌おう。いいよ、スマップ歌おう。スマップ何歌うの？いいじゃん。いいよ、スマップ行こう。だからキムタクでしょ、一番イケメンは。いいよ、いいよ、いいすか、キムタク。だから、一番でかい稲垣。おい、それだよ、今日の格好したでしょ。おい、タルク見てるでしょ。え、中井は多分俺、声質的に中井なんだよね。いや、俺中井君。中井君。だってでもさ、歌うまいっつったらでもきなんかあのまあいいや。あとまあなんか草薙、なんか中井、香取か。香取はもう誰でもくれ。誰でもいいっすね。うん。もう誰でもいいよ、もう。誰でもいい。適当。中井君。分かった分かった。稲垣とキムタク歌うわ。よし、これ聞こう。分かった。あ、夜空の向こうか。なんすか最後。ねそれ。あ、どれがいいか。あ、どれがいいか。あ、待って、いいよ。オレンジね。オレンジの。オレンジわかりやすいよ。オレンジ。はい、どれ。これ。パパって決めて。はい、コメントして。この五。中間とかあるでしょ。セロリでよくない。それが。トゥル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 ってなんだっけ。グイ。四。オレンジパセリ。パセリ。え、じゃあセロリじゃねえ。ベスフレンズ。ベスフレンズ。パセリは間違いない。パセリって書いてあるのこれ。俺笑いすぎて。オレンジ。オレンジが多いですね。オレンジかな。オレンジ。でもあと5分ですよ。じゃあ5分で歌おう。だから歌いんじゃん。終わって。じゃあ歌って終わりだね、もう。つかさ、シャレ落ちとか知らんもんだ。え、じゃあ待って。え、入れちゃった。あ、マイクに。マイク。え、誰時間あるよ。あ、キムタク。誰？キムタク。キムタクだよ。キムタク。あ、キムタク。ヒカルさん。あ、そうだ。キムタク。だから、俺ら回さなきゃいけないんだから。俺ら席。え、なんで？稲垣。2位誰？稲垣。ゴロちゃんでしょ？そう。君もそれ。2位誰？ちょっと待って、失敬されたかも。キムタク。大好きだ、スマップ。知らなかったでしょ。こんな。あ、歌い方キムタクじゃない。ちょっと違う。一周目から。うめえな。どれ？新曲。これ持ってる、持ってる。いたずら。誰？見せてよ。
バスを起こしてオレンジの粒が街に輝いている。出てきた、予想できたでしょ。何もしない自転車の帰り道、背中に温かな鼓動を感じてた。さよならと言えば君の傷も少しは癒えるだろう。泣いたいよと泣いた声が今も胸に響いてる。不器用すぎる二人も季節を超えれば幸せなフィール。宣言行こう、宣言、宣言行こう。あと3分で宣言。あの手に入ってあなたの道を持ち帰る。あと1分で宣言ちょうだい。寝転んださよならと言え少しは言えるだろう。会いたいよと泣いた声が今も胸に響いている。あ、30秒。やばい、30。早送りして。早送り、一番最初のとこ早送りして。テンポ6で歌うから。その抜いてビクビクして手は掴めないような方は吐く石縛って胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持って、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。